皆さんこんにちは、伊藤圭です。今日のピアノ上達のお話は和音や重音の連打のコツについてお話をしたいと思います。で、私自身も小さい時その同音の連打っていうのがかなり苦手で、単音の連打だったら、まだしもね、3、2、1とか指を素早く変えれば綺麗に入るっていう連打だったら、まだしもその和音の連打、同じ音がトトトって続くことがとても苦手だったので、今日は実際に、曲の中でこう例を挙げながら演奏のポイントや練習の方法などを解説していきたいと思います。それでは私が小さい時に実際に出会った曲の中でこの同音が難しかったのをね、ご紹介します。で、よく覚えているのが連弾でサンサンス作曲の動物の謝肉祭の一番最初のね、この獅子王の行進、ライオンのところがあると思うんですが、それの出だしにこういうのが出てきます。一瞬なんだけれども、このタタタタタタっていう動音の連打が出てきます。で、私これ小学生の時に弾いてて、もう連弾だからね、気合も入ってる。で、最初フォルテッシモで弾かなきゃいけないっていうので、もう全力でやると入らないんですよね。で、気合を入れれば入れるほど入らないので、まあ、こういう重音での連打を弾く時のポイントは、まずは力まないっていうことと、ピアノの構造をねよく考えておくといいですね。で、例えば管楽器とかのようにこうタンギングでトゥ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 ってこう息を変えれば音がこう離れていくっていうわけではなくって、まあ、ピアノというのは鍵盤が上がらないことには次の音が弾けません。どんなに押し込んでもこうやって押しても次の音は鳴ってくれないので、鍵盤がある一定の高さまで上がりきらないことには次の音がきれいに押せません。とにかく素早く押す押すっていうことばっかりが頭の中にあると、うまくね連打ができないので、まずは鍵盤を上げるっていう意識で、弾いてみるといいです。上げる、鍵盤上がってらっしゃいっていうようなイメージで、押し付けすぎないっていうことがまずポイントです。で、練習の仕方なんですが、別に本番でこういうふうに弾くわけではないんだけれども、タタタンっていうこういうリズムがあった時に、必ず多分タタタンタタタンで1個目にアクセントを、つけて、皆さん弾くと思うんですね。タタタンタタタンタタタン、それが普通の音楽的な弾き方だから。なので、そこはあえて真ん中の2個目の音にアクセントをつけて弾いてみてください。タタタンタタタンってことね、こういうことです。音楽的にはちょっとこれはずれてしまうし、すごく弾きづらいと思うんですが、この2個目の音が綺麗に入れば、もう連打はこう成功したっていうね、この箇所は成功っていうことになるので、その力まないで2個目の音トン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 っていう風に弾けるように練習をしてみてください。これは多分以前トリルのお話でもしたと思うんですけど、いろんなところでアクセントをつけて弾いてみましょうっていうのと同じことです。で、できるようになったら普通に弾けばいいので、で、まあ、この形は結構意外といっぱいあると思います。例えばとかね、くるみ割りの行進曲であったりとか、こういうタタタタタタタンタタタタンっていうような連打はね、意外と出てくるので、皆さんぜひ力まないで弾いてみてください。はい、次に私が出会って苦戦をした、連打っていうのは、まあ、ショパンのポロネーズ、まあ、ショパンに限らずなんですが、まあ、ポロネーズのこのリズム。ズンチャタタッタッタ、ね、こう。あるじゃない？このタタタッタッタっていう、このポロネーズのこの左手のリズムのこの、タタタっていう連打にも苦労した記憶があります。で、私が多分一番最初に弾いたポロネーズっていうのが、中学生の時に弾いたその1番
あの作品26の1のこの。できました。で、もうこれフォルティッシモで始まるし、もう気合い十分で始まって、それでもう忘れもしないけど、私がその中学生の時にポーランド の, あのワルシャワにあるショパンアカデミーで、そのポーランドの先生にこのレッスン、この曲のレッスンを受けた時に気合入りすぎて、もうなんか弾くぞって思いすぎて、これが、ね、何にも入んなかった。何にもこの連打が入んなくても、なんかチーンみたいな感じになって、なんか先生もシーンっていう感じになっちゃったのをなんか覚えてるんだけど、これこのリズムはショパンの中には本当にたくさん出てくるので、このね、このタタタタンっていうこのリズムなんですが、でこれの弾き方もさっきの重音とすごく変わるというわけではなくて、基本は力まないで、鍵盤がちゃんと上がってくるのを感じるっていうことと、ちょっとタタタタの2個目のところに、まず意識を持っていく練習をした方がいいです。で次、やっぱり2つの時よりも音が増えれば増えるほど抑えるのも大変になるんですが、その時にずっと手を同じポジションのまま、高さのまま弾くと、かなりだんだん疲れてきてしまうので、このだん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 手首の高さをこう変化させていくと、手が疲れずに連打をすることができます。それが別にこんな風にもうこう見てる人から見て明らかにこう手首がこう上がってってるなっていうんじゃなくて、自分の手首の中でもう自分がもうほんのちょびっと感じるぐらい、こうタタタッタタタタッタ、もう本当にビビたる動きかもしれないんですが、このトトトットって上からずっと押さえつけてるんじゃなくて、タタタッタタタタッタっていう風に手首がちょっと楽に上にこう角度、まあ機械的に言うとタタタっていうような感じに、ほんのちょっとずつ角度を変えていくと、押し付けすぎずに弾くことができます。感覚をつかむまでにはすごく大げさにやってみてもいいかもしれないんですが、それがなんとなくつかめたら、もう見てる聞いてる人からは全然わかんないぞぐらいのレベルで角度を変えていくと楽に連打を入れられると思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は重音や和音の連打のコツ、練習方法について少しお話をしました。一つ目、もうとにかく体は力まない。もう鍵盤がね、しっかりと上がってくるのを待つために、こう、力みすぎないっていうことです。二番目は、同音の様々な箇所にアクセントをつけて練習をしてみましょう。そうすると、どこにでも自由自在にアクセントがつけられるっていう風に弾けるようになると、自信が持てます。そして三つ目、手首を固定しすぎないで、ちょっとね、緩やかに角度をつけて連打していくと弾きやすいです。この三つのポイントに気をつけて、ぜひ練習してみてください。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログ、インスタなどもやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。